Yo, what up, boys? Sorry about that. It took me like 15 minutes longer than what I was expecting. We're here now, though. Let's go.借金男はいたか。はい、あれ見てください。Oh, this guy looks big. あいつが平塚って男です。平塚。あいつか。知ってんすか、兄貴。まあいい、行くぞ。ああ、平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おお、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ財布置いて。舐めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことは。ヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言って。 Oh, he just said that has nothing to do with you. ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対に。 He didn't say fuck off. どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。 Okay, I actually thought they were gonna have a 2-on-1. Let's see how this goes. Oh shit, he has a hammer. Okay. What the? Okay.There we go. Level up. やっぱりあんた強いな。だが勝ったら俺だ。約束通り
I love how this guy has like Majima vibes. なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、花から踏み倒すつもりだったんだろ。え？何やってんすか、兄貴。え？何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてるぜ。え？はい、よし行くぞ。見て、ちょっと兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけ。 OK、 ナイスケッチ、ナイスポイント。よく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな、母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え？問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ぐらい売れね。そんな意味で言ったわけないでしょ。This guy is such a smartass。 頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。やろう、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせてもおせえな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。Sato's apartment, okay. We gonna take a cab there or is it somewhere on this street? Kinda, can we? Okay. Can we grab something to eat at the store? いらっしゃいませ。Select from the menu. Holy shit, this is all expensive as fuck. Oh wait, we're full HP and full mana. ありがとうございました。Never mind.
forgot that this is an RPG and you restore mana, an MP when you level up. And master's apartment to cut. マサトさんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。Oh, what the fuck? Looks cool as fuck. シノギが立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。What the fuck is that? 何すか？それ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで、弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが、即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？
俺、無理っすよ。やめましょうよ、ワカ。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。ワカ、ワカ、ワカ。What the fuck? He looks high out of his mind. Ikuzo. Waka. Wow, he looks pretty nice for someone who doesn't generally walk. I assume that by being in a wheelchair, your legs would like be kind of weak or something. I don't know. なるべく早くお呼びを。なるべくだ。すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと。わか、そこ話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。Okay, so it wasn't actually his girl, it's just a cabaret girl. Okay, I never quite understood this part. Japan. Oh. Hi. Huh? Yeah.Why? I don't know. Something feels weird. Okay. It feels. Him feels normal now, but.Okay, like, I legit have no clue who she is, so I literally have to ask everyone. Oh, there she is. Gomen, Gonani Konjate. I am a Sionante Niza. Yakuni Kakunas Kaskadatara, Bokuna Kyotska Tishimodaro.なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。
何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せてて。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。That's just what I was about to say. すいません。お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。うん、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。Oh, he's a cop. Okay.交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢乃さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢乃さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。わか、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや初めてで。夢乃さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ。本当に相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おいイチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、
わかる、彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、こらもう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだこいつは。いや。あー、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。Holy shit! What the fuck? すごい。嘘。え、こんなの？さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション一個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。はい。ごめんね、でもすぐ戻るから。 Okay, there's a kind of interesting ゆっくり行ってこい。 like relationship going on here, but I feel like she doesn'treally love him or something. That's why. 飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。That's why she feels a bit bad for getting those gifts. I don't know. 夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。 She wasn't that good of a person at all. わかった。
あ後で。若、いつからそこに。あの若、おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。Oh wow. That's goddamn. Goddamn, that's not cool.広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。分かった。That's messed up. The worst part is that he actually had to hear all of it. I'm guessing he wasn't like he wasn't by the door when they had that conversation, because that would beAwkward as fuck. Thinking about lowering the graphics, but it's weird. The other day, this wasn't happening. The doctor was here, right? Oh, I also forget this. Yeah, this is gonna change because the tower isn't built yet. Pretty sure there's gonna be some time skip or something after a certain point.Fight these guys.
あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。で、そいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。This guy seems like a smart dude. 珍しく上出来じゃねえか。Don't think he buys it. Of course he doesn't. ビフは若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライド。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。
そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ、それじゃよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くかな。一番ういっす。Is the same thing going to happen that happened to his father? Maybe? Ah, どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ？いません。俺は女にはからっきしで。しけたくだじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ石。何舐めた口聞いてある。いや過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え、マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな、俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だからあかねとは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな、どなりゃお嬢かあかねかどっちと一緒になるか考えるまでもねえ。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああさすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ Why though? どうした人間をしたいことをしまうこともあった。 Why was he so interestingInterested in him. 面つぶした俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプスな。あだが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思ったとき、俺宛に電話がかかってきた。茜か。
お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た。どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤瀬、おい、いたぞ、女だ。行け行け行け。おい赤瀬、女、くそ、どこ行った。おい、早く探せ。待ってくれよ。何なのあれ。マジで。入ってくれ。警察に通報する。Wait, is he dead? No. あかん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、
そんな。結局、アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日もしねえうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。Well, shit, that was dark as fuck. せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん。釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。Okay, find a Peking duck restaurant. Okay. Apparently there's one there. That was interesting though. Is this story like... I guess this is like the main plotline of the story. There's still the guy that shot... like the patriarch's father.I still don't know who that is. It's probably related to this part of the story. Who knows? Maji ka yo. Oi!新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろう。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ。北京ダック。いい年越ししろよ。ご両人。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せて笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、
ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋でも行くか。でん。おっす。どうした、イチ。クソでも漏れそうなのか。うるせえ。イチ、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。なくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。Okay, another backstory. ソープ場だったおふくろは出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ雪吊りの客だろう。おお、誰か一番を見てくれ。ほら、おいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。親さんは違います。親さんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川の親さんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ荒川組、俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。
俺の浅はかな考えは裏目に出た。They were okay. Oh no. I thought they were Arakawa. おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番手ガキだ。今うちで柄を抑えてる。返してほしけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。But it did come. やっちまいませんか、兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか。じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞ、クソガキ。Wow, that's pretty incredible.助けてもらってありがとう。礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。そうか。俺の人生はこの人に向けて伸びる。まっすぐな道になった。 What a fucking badass guy, I'm not gonna lie.お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったらわかるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。来い。は
スさんに出会ってから100日目のことだった。 Wow, he spent like 3 months doing that. Okay, that's some fucking will. いやあそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやすさん。おう、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろう。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの彼でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。面白い。やっちまおうぜ。Let's go, street punks. 俺の番だな。Wait, of skills. I think. Okay, let's try this one.Okay. Oh, he was stunned. So can we... Okay. Oh, he's still stunned. Hit fuckboy.俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。おやさんも良いお年を。うん。やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけ行っちゃうか。もしもし、I remember those fucking glasses from the year 2001. Apparently they had those in Japan as well.
I wonder what's going to happen to like to get that time skip.危ないよこんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す。今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます。おやっさん。朝早くにすまねえな、いき。ねえ、バリバリ起きてました。今から事務所に顔出せるか。わかりました。初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。Oh shit, something happened, didn't it? And it's probably something related to Masato. Oh shit. Did we lose all our money or something? Okay, no, we still have money. Interesting. It's not a lot, but give me just a sec. I'll be right back.
Sorry about that. Let's fucking go. Wait, and forgot something. Okay, now we're back. Just remember, did we get something? Some skills or some levels to use or something? Yeah, no skills, it's just to check my skills. Don't we get like talent points or something? Maybe not. Don't draw attention. No, that means... No, I can run. Never mind. Oh shit, something happened, didn't it? Did he? Maybe he did in Japanese? I don't think he did in English. Controller? What? What do you mean disconnected? Oh. Okay. Interesting. この組のもんだ。どこって荒川組だけど、てめえよくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。沈めてやるよ。手加減しねえぜ。 OK、 Are they like not even gonna tell me what's going on?We're just gonna be like, wait, what? We attacked him first? Okay.Oh, nice! Wait! Can attack both? What the fuck? That was the first time he ever grabbed an item, I'm pretty sure. I don't think we can control him, like, the movement, the place where we go when we're fighting, right? At least I feel like we don't.何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えない組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。一番です。おやさん、What the fuck?
はようございます。おう、ビジ、座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。お前、What the fuck just happened? 前から、What's going on? 因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は、榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って、関西の？うん。近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。 Wait, are we gonna take the fall for him? うちは東条会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。大家さんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし喜んでやらせてもらいます。イチ、Funny how it happened. Kind of the same way that it did with Kiryu. No, Mitsu. どうしたい？どうしたじゃないっすや。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。Oh, really? そういや、そうだったね。ちょっと、何寝ぼけてるんすか？初詣で行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか？俺は行けねえから。お前行ってこい。え、なんでですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあ
そんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日、極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それより、ミツ、お前、今いくつだ？え？20歳ですけど。ってことは、10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか、急に。ちゃんと飯食って、いい男になれよ。は？兄貴、熱でもあるんすか？また電話する。Well, this guy is a really good guy. I would say a bit too good for the Yakuza, but sure. I mean, it's his life. We're gonna live it as if we were him.Here? No? Here? Oh, never mind. I'm dumb. Oh. I'm fucking stupid. I saw the pink square in the map and I was like, wait, Club Sega? Oh, I mean, why the fuck not? One West fight.Might as well enjoy this since all the guys are pretty fucking weak right now. Try to farm as much XP as possible. これがシャバ最後の飯かもしれねえからな。牛丼並み、もう一杯。あ、はい、かしこまりました。並一丁。悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか？すまない。よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会。それは相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな。本家に根回しして、出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。Well, look at the bright side, at least we didn't get expelled by receiving a letter in jail. Could have been worse. So I'm guessing... he's gonna come out by... 2015, maybe 14? 15 years?財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人
春日一番は、yep. 殺人罪により懲役15年に処する。At them. I would expect them to go a little bit easier on him because he turned himself in, but apparently not. Bloody reunion. That means he's 39, right?Was 24, yeah. No, 25. He's 40. Okay. これもやっとけ、新入り。 Oh wait, the 15 years.終了いたしました。要弁願います。Okay, the 15 years probably haven't gone by yet. よし。登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうがよ。なあ、荒川組だよ。荒川組荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのに、なぜやり返した。全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか。はい、あの野郎、おやさんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。
そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが、外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上、信じた人を悲しませるな。This guy kind of reminds me the one in Osaka prison. The one that Sajima met 15 years later. Okay. Now is the time skip. ¥119. 手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやさんから。背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ、今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしている。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。Oh, 2019. So they extended it by 5 years. Wow. お前の姿がある日を待ってる。推進。出所した日の晩は、あの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやさん、すみませんでした。俺、おやさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずに、バカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。カズが一番、ただいま帰りました。There's no one there. あれ？あ、どうして？まあ、年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ、早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。Who the fuck?18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。
誰だてめえ。神奈川県警。オッケー。でか。昔はな。今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない。俺はお前に用があってきた。なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。 Was he like a detective on our case or something? やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい。あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ。俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ？意味がわかんねえ。け、勝手にしろよ。So he's 42 now, right? これ、パンチじゃねえんじゃねえか？すみません、パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父にやったらいいんだよ、これ。This fucking dude. なんだよお前その頭。うるせえ。手の悪い店に当たっちまったんだよ。んなこと呼ぶおっさんなんなんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳男。This is foster parent? 鈴森。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おう、
でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されて、むしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した？そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか。 True, he's not wrong. 笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。本当は誰がやったんだ。俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。What the? Oh! Oya-san! Arakawa? Nae, omae? Are, Arakawa no Oya-san da yo na?あれ、どことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出張してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕づくで行かせてもらうぜ。マッシェッぶっ潰したるわ。やってやるぜ。俺の番だな。来いよおら、見せてやるよ、とっておきだ。なめんなよ。よし、行くぞ。本気見せんかい。頭きた。なんだってめ。おい。行くぞ。頭きた。Okay, maybe I should have just used the MP. But I mean, we're committed now. So fuck it.で済むと。まだやんのか。よせ、カズラ。わかった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。わかった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。
おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝が一番です。どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ。そんなはず。そうだ。どうした。おやさんは何しにここに。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前にいたじゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか。やつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓…Is it for Masato? ありゃ、近江連合先代の墓だ。 Wait, what? 近江連合ってあの関西の…なんで親さんがそいつの墓参りを…しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて…そりゃ、荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。All right, because Toko, Nomi have united, right? あのな、おっさん。さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会。東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。なんだと。荒川真澄は、やつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行。何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。But yeah, that's kind of unbelievable, because like… 荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。That would kind of make you sacrifice all in vain, right? だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けて神室町三系作戦。三系作戦。ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで三系だ。んで警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ、荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に撃った。なバカな。まだ話は終わってねえぞ。
その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々と神室町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずに神室町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。Give me just a second.
Sorry about that. Let's go. 大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい！なんだと？おやさんが海に寝返る？登場界が壊滅？少ならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。大海の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。はあ、俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ、用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいから、おとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい、カスガ。おめえが協力しないってんなら、いくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。はあ？脅しってか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳を見せたろ。こんな孤独が何だっつんだ。おれバカ。Get fucked, boy. What the okay? おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。いいって。分かった分かった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。はお前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。Bro, being locked in jail for 18 years must be terrible. Everything must be so different. Stop by the office.
Let me guess, there's no office there now, right? I kinda wanna go through this way, cause I wanna check if the tower is there. The Serena is still here. And it has a door to enter. Interesting. Is it possible that we're going to meet like Date-san? Or someone? Maybe someone else from the Yakuza series? Wait. Oh, okay, there it is. I was like, wait, I don't see any tower. There we go. Level 1 Penguin. More XP, I won't complain. Weak. Okay. Okay, that guy was weak to punches? Interesting. He have weaknesses? Omoshiroi. For sale. ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ。事務所入ってただろう。いや。中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。おっか、ばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。
I mean, buddy, I don't want to be the one to tell you, but she was pretty old, and that was 18 years ago. So, you know. Are? Boss? Eh? Ah, 前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。ああ、おっちゃん。いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円。つけとけ。はあ。しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が搭乗会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ、我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんなよ。荒川組が近江？荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ？おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけ。しその組長って誰だ。何言うとんねん。誰なんだよ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ新入り。その新入りってのはやめてもらいてえ。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うだろうが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。登場会の虫けらが。やってもらう。やってやるぜ。俺の番だな。どうしたんや。Interesting that this is what happened after Kiryu left. よし、行くぞ。Fuck, I was pressing the wrong button. Arakawa の親さんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや。兄貴、こいつ登場会の残党や。いてまえ。なんやて、待たんかいこら。 Oh, are we gonna run or we're just gonna escape? Okay, we're just gonna escape. There was a quest. The first quest that we did was about running, so I guess there are a couple of mini games like that. Oh, I wonder if the old lady is still there. Oh, she is. Nice.
Interesting. Who's you? You mean the wrestling guy? Oh no. Oh, what the fuck? It's better that she's doing well, right? Rather than keep smoking and stuff. Smoking and drinking. I don't really drink, I just smoke, but... kind of a big deal for me if I suddenly stopped smoking. I mean, not suddenly, but you know what I mean. Also, before we do this, I need to go do something else as well. These are all MP. There's something for HP. Wait. Can we get something here for HP? Oh, we still have the onigiri. Nice. Let's buy a couple of these, since they aren't that expensive. Give me a second. Okay, we're back.
な。I just realized something. Is the... What's it called? Fuck, what was that hidden place where the forest lived? I forget the name. Is it still there? What a fucking badass. Oh, that's some moves right there. Oh. That dude, the weapons he got. Wait, are those scissors? What the fuck? You attack like with basic attacks. I thought taunt would mean that I could only target him, like I could choose the attacks but only target him, but apparently not. いいぞいいぞこの写真は高く売れるぜ。Thank you, Ichiban! Wait, didn't the old lady said he was a writer or something? Hip. Get fucked. What a cute mascot, though. 次に会ったらただじゃ済まねえからな。たぐ、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって。Oh, what the fuck? Okay. ゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。なんだそれ。部署帰りで話すとラチが開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあ、パイセン。荒川組に、いや、荒川のおやすさんに何があったんだ。そういや、お前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろう。おやすさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったか。The death of his son? I'm guessing? それぐらい知ってるさ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃、荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ。あいつ難病だったんだってな。ああ。でも今どうしてんだろう。
死んじまったよ。いた、どうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。3 years after you got off the... 病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろう。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって登場会を裏切るなんて。あのな、一番お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。I mean, it's not wrong, but 荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。はあ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。ここ行きゃいいんだ。俺、え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す。いっそ殺してくれ。わ、like it's still impressive to me, like the other guy, like he was our senpai, right? So at max he's 3 years older than us, but so this guy doesn't look anything like 39. It looks like 30 or 29. Okay, maybe a bit older than 30, but still it looks way too young for someone who's 40, in my opinion, of course. Iryu was the same though. I'm not too surprised. This fucking dude. I just remembered who his voice actor is. This guy is. What's it called? Rider from Fate Zero? I'm pretty sure he voices a lot of famous characters, but.
That's the one I remember off the top of my head. そこから誰も寄りつかず、ハングレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。Some crazy bastard. 18年って時間はよ。What about fucking Bajo? お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察の建設の方が重い。Did we see this building? I don't think we did. 今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。アタチ専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ、お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るには、まずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監、俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ねえ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようと。 If I had to take a wild guess right now, I would say the reason he betrayed Tojo was because they didn't let Ichi back in the clan. Maybe. 刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。Might be completely off, but that's at this point, that's how I feel like. Meet me, bro. あの店、平安楼だ。あの店は、なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。いや。でも親さんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川の親さんが俺を呼んでる。あ、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっとそうだ。目を
を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやさんに会えるんだ。待てって。会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。ルーフトップス。その時が来るまで楽しみ。あれ、そう、ルーフトップスんですか。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。What the fuck is this? 普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。わかった。Take pictures, okay? よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。Oh, and it's night, okay. Guess we're heading straight there. Okay, are we going through the sewers? Because there's a manhole cover there. Interesting. Ooh.Has a greater chance of success as Kasuga's charisma improves. Okay. I wonder what happened to our dude as well.Like, I forget his name, Mizu? I honestly don't remember his name. Oh, what the fuck? Okay.Okay. The status effects are gone.Oh, well, this restores a shit ton of HP.Fuck it.
I don't think we're gonna need this much. Okay, we already knew this. Right trigger as well, okay. Fuck, we can just call a taxi? Interesting. Okay. Wait. Oh. Okay. This just took me to the Windows Store. Or Microsoft Store. Give me just a second, I'll be right back.
Sorry about that. Also, I'm gonna finish the stream here. I didn't realize how late it was. I really, really have to go. Sorry about that, my dudes. And I'll be heading out now. Thank you for watching. Bye bye. Até logo.